生の島根和牛島根和牛とは、島根県で生産される黒毛和酒のことである。加工して作られた牛串古くは、中国産地の山間部で行われたたたら製鉄の輸送手段として牛馬が使用されてきた。1310年の国牛ジューズや、1369年の春牛ウェズによれば、出雲国、岩見国が両牛の産地であったことが書かれている。江戸時代に入ると、 松江藩によって、似た、大原、飯志、三角などでの牛の生産が奨励された。昭和30年代に入ると、液牛の需要が減り、肉牛の生産へと転換が進められた。品種改良の成果もあり、地元の島根県で1987年に行われた第5回全国は牛能力共振会、肉牛部門で黒毛和種の不応号が、 内閣総理大臣賞を受賞するなど評価されている。島根県の出雲地区で飼育された牛で、虚勢された牛及びお産を経験していないメスの牛と定められている。全国和牛能力共振会によって開催される和牛のオリンピックにて、1987年の第5回全国和牛能力共振会の肉牛部門において内閣総理大臣賞を2002年に開催された 第8回全国は牛能力共振会では全国トップである農林水産大臣賞を獲得した島根県の北東に浮かぶ島沖島で飼育された牛である2014年10月17日に東京都中央卸売市場食肉市場で開催された平成26年度東京島根は牛枝肉とも務会において 甘町の有限会社沖潮風ファームの出品牛が最優秀賞を獲得した。島根県の岩見地区松田市にある松永牧場で飼育された牛である。東京で同盟のこの牧場の肉を提供する焼肉店舗があるが、ここで飼育された牛を仕入れているだけで経営に関わっているわけではない。2008年第47回農林水産祭において、 内閣総理大臣賞を獲得した。ありがとうございます。